8年ぶりのトップ交代となった日本医師会の中川会長が自民党の二階幹事長と会談し、これまでと同様に自民党を支援すると伝えました。私から申し上げたことは、日本医師会と自民党の関係といいますか、スタンスは今までと全く変わりないと。日本医師会をめぐっては、中川氏に会長選挙で敗れた横倉前会長が、安倍総理や二階幹事長ら政権中枢と良好な関係だったため、今後の関係性が注目されていました。中川氏は、選挙の時には自民党をしっかり支援すると明言した上で、政策に関してはその都度詰めていくとの考えを示しました。二階幹事長には、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、経営が厳しくなっている医療機関への支援を要請し、理解を得られたということです。